チャールズ・ダーウィン研究所の入り口ガラパゴス・リク・イングアナ、ロンサム・ジョージ。ガラパゴスゾウガメ、ピンタトーアシュ2012年6月24日、死亡。約100歳であったとされる。チャールズ・ダーウィン研究所は、チャールズ・ダーウィン財団により運営される、生物学的研究所である。研究所は、エクアドルに属するガラパゴス諸島のサンタクルス島にある、プエルトアヨラの東端に位置しており、 イサベラ島及びサンクリストバル島のサテライトオフィスでもある。1934年、エクアドルは動物保護区として14島を指定し、保護動物の捕獲を禁止していたが、生息環境破壊に対する規制は提示されておらず、効果は認められていなかった。1954年、 ガラパゴス諸島の動物繁殖行動を調査したイレネウス・アイブル・アイベスフェルトからの諸島の現状報告により、1957年国際連合教育科学文化機関と国際自然保護連合はガラパゴス諸島における研究所の設立を念頭にアイブル・アイベスフェルト及び1952から1953年にガラパゴス諸島で フィンチ類を調査していたロバート・ボーマンの2名を派遣。3ヶ月間にわたる調査の後、1958年初頭にその報告書が提出された。それを受けて同年、ロンドンの国際動物会議においてガラパゴス委員会の結成が決議された。また1959年にエクアドルはガラパゴス諸島を国立公園に指定して全体的保全を図った。ダーウィンの 主の起源が出版されてから100年目となる1959年、ガラパゴス委員会の関係者らにより、ベルギーの首都ブリュッセルに本部を置く、チャールズ・ダーウィン財団が設立され、翌1960年には研究所の設立のため、ガラパゴス諸島に初代所長が派遣された。サンタクルス島の南沿岸のアカデミー湾に面する場所に建設が開始され、 1963年末には3代目、所長のもと、本棟、研究棟、気象観測施設、宿舎が完成し、1964年1月21日、正式に研究所が発足した。サンタクルス島のプエルトアヨラでは、エクアドル及び海外の自然科学者が、ガラパゴスの陸上や海洋の生態系の保全に対する調査並びに、課題について、 常に研究している。1964年に設立されたチャールズ・ダーウィン研究所には自然史展示館があり、またガラパゴス諸島の保全を後押しする教育プロジェクトを実施している。2002年に研究所はコスモス国際賞を受賞した。ガラパゴス像ガメ・チャールズ・ダーウィン研究所の目的は保全のための科学的研究ならびに環境教育を行うことである。 研究所は100名以上に上る世界中からの自然科学者、教育者、ボランティア、研究生及び補助スタッフからなる。ダーウィン研究所における科学的調査及びモニタリング事業は合わせてその主要パートナーであり、ガラパゴスの保全及び自然資源の問題を管理する、主たる政府機関としての役割を果たす、ガラパゴス国立公園管理局と共同で行われる。 ダーウィン研究所の取り組みの主な目的、ありがとうございます。